はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15。傭兵の待機所から続きやっていこう。長く続いている、ジグナタス要塞攻略の続き。これをプレイしてる日が、12月21日で、ちょうどなんだろう、アップデートが来てて、なんだっけな、DLC の第1弾だっけな。SNS にアップロードできるこのゲーム内の写真のフォトフレームが増えたりだとか、強いままニューゲーム、ができるだとかの機能が追加されるらしいけど、まだ適用しないけど、特に気にせずにやっていこう。さて、どこまで来たっけな。まっすぐ行けばいいのね。まっすぐだね。いい加減この辺のエリアから出したいんだけど。あ、敵いる。もうね、いつゲットしたっけな、前回だっけな、父親のファントムソードゲットして、今紅葉の指輪の魔法と剣のみ、プロンプトは見つからず、アーデンには気持ちが沈んでいくような言葉を浴びせられつつ要塞攻略中。足音すんな。おっと、そっから。痛い。魔導兵の元が人間だってことも聞かされたしね。さて、ああ動きそう。ん、調べる。6月28日、要塞内の半分以上の人間が市街化した。帝都にも市街化した住民が溢れているって。もう帝国が勝手に崩壊しかけてる。いや、これ動くな。これ絶対、うわ、絶対動く。もうほら、動くのが分かっててもデンって突然言うからびっくりする。カード更新。解除レベルを5に更新しました。レベル5までの扉の開放に有効です。よし、そうだ、アビリティコール上げて、普通のこの通常ワールドでも音楽かけれるようになってるけど、雰囲気に合わないな。こいつも絶対動くしよう。ほら、動くも。分かってた。さて、あ、うわ、こいつ動きそう。こいつ動きそう。動かない。こいつ動きそう。動くよな。これもしかして全部死骸詰まってるケースか。ひえ、なんだここ中、何入ってんの。やたら存在感あんな。嫌な感じ。絶対死骸入ってるだろ、これ。ここまで来た。開いてないな、でもこれ。なんかありそうだけど。開かねえな。まずは鍵か。お？誰か、ん？誰かいるのか、あれ。服だけか、それとも。玉座のような立派な椅子が。で、中、あ、ああ、ここが動くのかよ。あ、こっちが動くの。と繋がんのか。さて、どうなっちゃうかな。
侵入者を確認。待機中の魔導兵を起動。なんだ、なんかつんのこいつらかよ。まあ、増えんのか。やっぱりそうだった。仲間はどこだろう。君を置いて逃げちゃったのかな。あの人たちが逃げるわけないだろう。ラビオにはまだ会えてないの。イグニス、罠にかかっちゃったかな。危ない。ちょっと待って。頼もしい仲間たちがいなくて辛いな。あ、指輪が動いてくんないや。拾う。回復薬買ってあるしね。よいしょ。警報が鳴ってるけど。カードを更新してフロアを出る。もうみんなに合流したい。これ横開きそうだな。開かない。よし、これだ。6になった。に更新しました。あー、開いてるもん。やっぱりレベル6までの扉の開放に変更です。シフトがねできないからね、だいぶ爽快感がね減ってる今の戦闘。あ、こっちにもいるな、たくさんいるな。裏切られても落ち込む。もっといるな。危ない危ない。ポーション押します。ポーション と、ポーション、ポーション。レイス、あ、攻撃してる。武器も指輪も君の力はみんな借り物だね。それ前も同じこと言ってたな。ポーション、オッケー。レイスを一回ほっとこう。あー、食わない。あ、そうだ、筋力増強剤となるものがどっかに。これじゃない、これだ。あ、そんなに増強されないな。レイスに攻撃。仲間がいないと随分頼りないね。あ、耳を貸すな。まだいる。魔導兵を全て倒すもんな。こいつもまだ来る。ポーション、ポーション。まだ来る。よし。で、この先結局ここは開かないな。先に進む道を。どう、痛い、死にそうねえ。なんだよ、もう待機室だった。あ、誰、倒れてるな、兵士。
起き上がるな。来い。間違いなく罠の中。来い来い来い。起きてこねえ。いっそ起きてこい。ああ。え、嘘。大した痛みじゃないだろう。ほら動け。待て待て待て。のんびりしてないでさ。あ、開いた。あ、なるほど。全員倒して交代。おい、近くにいるのか。リガリス。グラディオ。グラディオ。これ通れなくね。迫ってきてる。なんかダクトみたいになかったか。ない。どうするどうする。おい、やべえぞ。グラディオ、動力を切れ。あ、いた。近くにあるはずだ。だって、おそらく俺たちはそのために案内されたんだ。痛い、助けて。あー、閉まる。開いた。無事だったか。お前らどうやって来た。まずは礼だろ。ああ、まあ、お前とはぐれた後助けられて無条件でここに。完全に遊ばれてるぜ、あいつによ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。仲間がいるっていいね。幸せそうだよ。誰に助けられた。早くもう一人を助け出せるといいね。でも武器はメイン武器は装備できてんだ。プロンプトを探す。こっち行こう。ようやくプロンプト以外の仲間と合流できた。ここも会議室な。あ、アイテムあった。認証できません。開かない。何がある。あ、ボタンあった。ここは使われてんの。ってことは誰かいる。こっちがいた。仲間と合流できた。仲間と合流できたところで、やっぱりそっち行くんだ。なんだ、つまんないな。こっちしかあかんし。ああ、牢屋。死んでる。どっかプロンプトいるんじゃないか。なにこれ、死骸。あ、あれプロンプトじゃね。わあ、これいきなり開きそう。古い本。なんもない。前方にいるのはプロンプトじゃないか。偽物か。おい、壁画。怪我は。手当ての必要は。大丈夫。ノクト、ありがとう。ああ。ねえ。
ちょっとは心配してくれた？心配しなかったって無慈悲すぎる。心配した。そりゃするだろう。だから来てくれたんだよね。俺もそう信じてた。プロンプト、もう一回会って、俺はもう偽物じゃない、安心してって言うまで死ねないって。悪かった。大丈夫、気にしてないよ。よし、再開できた。力を封じてる装置を探す。4人揃った。あとは武器を使えるようにしてもらわないと。あ、戻るんだ。でもこっちの部屋の一つ通れない。こっちが通れないな。とりあえず戻るか。ノクト、音がする。音？お前の武器が使えなくなる直前、列車でも同じ音が聞こえた。近くに何かあるはずだ。武器が取り戻せるかもしれない。音。近いぞ。ここはさっき魔導兵たちと。これか。あ、これがそうだったのか。音はこの先からだ。進めないのか。開くよ。魔導兵さん、同じのあったら。俺のとかもな。よく見てねえけど。ニフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし。これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない。一生ついて回れ。ま、そういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。ま、確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。アーデンの言ってた通り、本当にプロンプトはニフルハイム人。あ、だけどそんなこと気にするような一行じゃないし。そしてこれは服？これ、あ、後ろにあるマシンが、あ、違う、アイテムだった。どれを。これか。成功。動作は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか。おい、試してみろ。わかった。しおお、戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。よし、再び過去にも戻れるようになった。こ
俺さ、名前忘れちゃったけど、敵の将軍の後じゃないよな。さあ、でも武器は戻ったから装備をちょっと整理。これ長場の装備も外れてる？ちょっと全部整理し直さないと。そうだ、芝から手に入ったこの武器。使ってみるか。指輪ってこれ外せんの？外れるんだ指輪外しちゃおう。アルテマブレード、いや、つけとくか。よし、おっと、いきなりだ。まあ、もう武器があればこっちのもんだ。で、砂がもいる。イグニスすげえな。なんかもう心眼でも得てるんじゃないか。ラディオ行け。よし、もう半分切った。さあ、この杖を使ってみよう。杖というより槍か。リーチは結構短いけど連続攻撃か。倒した。あ、まだいるな。勢ぞろいか。グラディオ行け。あとこいつだけ。どうした？先に進もう。ノクト、指輪したんだね。まあな、武器取られるわ、仲間は誰もいなくなるわ。一人でも戦えんのがいねえとクリスタルも探せねえし、お前ら守ったり助けたりもできねえだろ。晴れてようやく王様か。長かったな。その意味は重いとは思うが、ノクトならやれるはずだ。まあ、武器は取り戻したからな。お前らもちゃんと戦えよ。よし、あ、進めるようになってる。さっきのドア、敵来るか。たくさん来てるな。もう武器があればなんともない。へっちゃらちゃら。あれ、仲間がいない。仲間が来ない。さっさと行くぞ。レイス。あっと。イグニス、ギャザリング使えるか。レイスを倒してまえ。なんかあった。ビグスとエッジは脱出できただろうか。何かあったの？手前でちょっと襲われてな。生きてる。絶対また会える。そうだ、あの二人早々に逃げたもんな。無事か。王の剣？ん？王の剣？王の剣ってあれだ、キングスグレイブの FF 映画の方のあの舞台の人たちの。名称。あとはクリスタルだ。入れねえ場所があったな。俺の腕なら開くよ。この要塞内の鍵は全部ね。泥棒みてえな言い方だな。開けない。ほっ。敵がいる。
ファントムソード、ファントムソードを使わせろ。分かってるよ。レガリアはどこに置いてきたの？外っていやいいのか。動かなくなってしまってな。最後まで俺たちを守ってくれたよ。レガリアは敗者です。エレベーターはどこだ？エレベーターありそう。エレメントストーン、サンダーばっかりあるな。魔法なんか作っちゃうか。で取り出して、あ、これ魔法たっぷり作れんな。でこっちにファイヤーもある。でこの隣からも吸収して、もう魔法ね、もう腐るほどあるから、もうある程度ゲットしたらもういいや。え、この辺のショップ、ポーションを念のためにもうちょっと買って、武器全部持ってるな。でエレベーターはこっちか。さあ敵だ。あ、間違った、魔法装備してた。倒す。これが一人だとねきついわ。あ、消えた。あ、そうだ、これ突然現れるんだ。イグニス、ギャザリング使えないか。コンダクター。また消えたな。ポーション、強い。あ、イグニス倒した。世界を滑る許したるが、恵みが我が国を、我こそが世界の王に。よし、エレベーターに行こう。いよいよ大詰めか。大詰め、イドラ、そうだイドラだ、敵の将軍語りかけてきた。先に進んでみたいが、時間がいいところ来てんので、じゃあ今回ここまでにして、おそらくこの先エレベーター、次回続きやっていこう。仲間とも合流できたし。それじゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。